軍人さん、うん、さんをつけちゃうんですよね軍人さん、うん、軍人さんは困難に打ち勝つ運命にある人です。はいはいはい。なんでこの軍人さんにとっては、うん、もう常に困難があり、うん、それを登るっていうのが、うん、達成したい、そう、うん、DNA に埋め込まれている人、うんうんうん、で軍人さん、うん、軍人は困難に打ち勝つ運命にあります、うん、そのため決して困難を避けて通ることをせず、うん、周囲の人や状況と果敢に戦い努力し最後には勝利を収めます、うんうん、この運命の導きによって軍人は負けず嫌いで常に勝ち負けや順位にこだわる人と思われることもあります、うん、が、うん、実際はより良い仕事、うん、より素敵な恋愛、うん、より素晴らしい家庭を目指し、うん、努力を惜しまない人ですと、うんうん、なのでそのカチカチって貪欲なんじゃなくて、うん、ちょっといいのを常に目指している人、うん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 、なんていう風に置き換えてもらえれば結構だと思います、うん、軍人さんの説、幸せを考えましょうと、うん、例えば軍人で絵が上手い人は、うん、絵描きになって出世階段を駆け上れば一番いいでしょうと、うんうんうん、批評家からより高い評価を得て5いくらという値段がライバルより早く上がることを励みにすれば、うん、その軍人さんにとってはそれが幸せ、うんうんうん、ところが芸術界では出世を目指すっていうのはタブーですと、うんうんうん、批評家は言いますと、うん、絵には魂の叫びが必要なんだよ、うんうんうん、って信じてもないようなことを書いたりしますとはい、はい、うん、なんか思い当たりますよね、それ。わかります、うん、はい、もちろんその軍人さんの描く絵で、うん、技術で、うん、魂の叫びっぽい絵、うんうん、が、はいはい、描ければ問題はないと、うん、ただ意地悪な批評家の目は、うん、ごまかせそうにないから、うん、そのもっと稼げる別の業界に転職を考えましょうと、うんうん、イラストや漫画業界など、うん、その絵の才能を生かせるジャンルは、うんうんうん、他にもいっぱいあると、うんうん、そのファインアートをするんじゃなくて、うん、その技術を生かす、うんうんうん、芸術じゃなくてスキルみたいな、そう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 、うん、でそれで評価されれば、うん、軍人さん満足でしょって、うんうん、でも自分は芸術家なんだから、うん、もっと魂の叫びがなければうんうん、うん、とか、うん、ありもしない欲求を自分の中に探しても無駄なことですと、うんうんうん、あなたの運命はそちらの方に流れているからいるわけではないからですと、うんうん、その運命を探さなければ、うん、魂の叫びをっていうのはあなたを不幸にするだけですと、うんうんうん、その座禅を組んで人間を磨こうとしたり、うん、自分の中身を作ろうとしても軍人さんは仕方がないと、うん、軍人のあなた、うん、あなたの心の大部分は、うん、いつも外を向いていますと、うん、というのも、うん、あなたの幸せが、うん、自分の外側にあることを知っているからです、うん、それなのにいきなり内側を見ても、うん、空っぽなのは当たり前ですと、はい、あの俺は出世しか考えられない、はい、ダメなやつだ、うん、と悩む必要もありませんと、うんうんうん、内面が大好きな職人は、うん、実は自分が好みだけ主張するエゴイスト野郎なのですから、うん、どっちもどっちなんですよと、うんうんうん、っていうのを僕が読んだ時に楽になったんですね、うん、ですよねってよく言うんですよ、うん、その心の一致がなければね、うんうんうん、っていろんなところに書いてあります、うんうんうん、でもそれが必要じゃない人もいるんですよ、うん、っていう話ですよね。多分もうだってそれが本能ですもんって言ってる感じですもんねあなたの本能はそこですみたいな、はい、なので無駄なんですよ、うん、っていうのを読んで、うん、あ、楽になったや、楽じゃーんって、うん、なった二度目でございます、うん、はい。で、うん、軍事の場合は目の前の勝ち負けに振り回されて、うんうん、世の中の本当の仕組みが分かっていないとか、うんうんうん、社会のシステムの駒になるのではなく、うん、システムを超越した人間になりたい、うん、というふうに自己批判しがちです、うんうんうん、そして
周囲に振り回されず、もっと自分らしく生きたいとか、レールに乗るのではなく、自分の人生を自分で築きたいと考えますと。これは軍人の優位にあたる学者への憧れが反映されている。なんかそんなこと言ってる気がする。あ、まだはタイプ分かんない。分かんないですけど。そうですね。はい。この、超越したいと思っても、この軍人さんが気にしているのは、社会的評価ですと。どうしても社会的評価を優先してしまう軍人は、勝ち負けや権威といった既成の価値観を一旦無視して新たな価値観を組み立てるっていうのは最初から無茶な話ですと。自分らしく生きてる人を見て無理に真似ても仕方がありませんと。そんなことより軍人の欲求、勝ちたい、挑戦したいっていう欲求に忠実に生きていけば、効率よく正のフィードバック、正しいフィードバックで生きていきますと。